教育に対してお金を払わないんですよ、そういう人たちって。僕も本音で言えばだからみんな知ってたし、はい、お金のことなんか当たり前、まあ、僕自身は今自分でこう何かビジネスしてるとか、あのお仕事もまあ普通のこうビジネス的な部分はあまりないんですけども、こう今のお仕事させていただく前、まあ今もやらせてもらってるんですけど、あの経理のお仕事をちょっとさせてもらってて、まあ金融の部分というかバックオフィス的なことをずっとやってて、社会に出た時にビジネスマナーとかそういった名刺の渡し方とか、社会人になったらまあそういうことをあの学ぶんですけど、例えば給与明細の見方だとか、控除って何だとか、年末調整のあれだとか、そういったところって、ま、なかなかこう学ぶ機会がないというか、対外的な部分で、実際自社の中でも10年20年勤めてても年末調整の時期になったら書き方がまだわからないとか、ここなんだ何控除って何とかいうレベルの人もまあもちろんいて、そういうところって世の中的にというか社会的に重要視されてないなですけど、僕としてはかなり重要だなというか、そういう給与明細の見方一つにしてもやっぱりこの毎月のこう自分のキャッシュの流れっていうのをやっぱ分からないといけないと思うし、何に惹かれてこの社会保険がどういう意味なのかっていう、そこの部分がなかなか僕の周りだけなのか分かんないですけど、ちょっとそういう部分が あまり弱いかなっていう部分があって、でそういったところをま教えれる事業ではないですけど、こう広めていって必要があるのかなって僕はちょっと思ってて、でそこをまあ伝えるようなお仕事ってなかなか、まあそういう税理士さんとか会計士さんだとか、そういった専門にしてる方々がまあ対法人に対してとかあると思うんですけども、対個人に対してのそういった知識を提供するようなお仕事ってあまりないのかなと思ってて、で僕はそういったところでちょっとそういうお仕事今後できればなとは思ってるんですけども、そういった意味で多分小山さんとかそういったところのまあプロフェッショナルだと思うんですけども、どうなのかな、こうサービスとして各あの法人さんに行って、まあ新しい新入社員さんに向けたまあセミナーというか、社会人になってのそのお金というかそういう部分の教育っていうのはありなのかなという個人的には思ってるんですけども、どうかなと思って。やり方2つあって、そのいわゆるエンドユーザーって言い方をするんですけど、伸びが分かってない個人、いわゆるサラリーマンに対してやるっていうのは、まあ、一つですね。ただ、まず雇われてる人がいるってことは、雇ってる企業があるってことで、今のやり方、企業からお金をもらうってやり方が二つ目です。いわゆる年収です。で、二つでやり方考えたときに、それぞれデメリット、メリットや注意を考えなきゃいけないので、まず一つ目、個人からお金を取るっていう話で言うと、逆を返せば、源泉徴収票の見方が分からない人たちにそれを教えるってことは、見方誤解を恐れず言うと、お金を知らない人たちに対してそれを教える。言い方を変えると、お金の価値を知らない人に対してそれを教えるってこと。教育に対してお金を払わないんですよ、そういう人たちって。なので、それが一つ難しい。で、そういった時に、ただ、それを諦めちゃダメで、今の時代っていうのは、じゃあみんな僕らみたいな人どうしてるかっていうと、お客様、エンドユーザー、いわゆる個人からお金を取らないってモデルを考えます。どうしたか、2つ目じゃないんですよ。法人からお金を取るんじゃないですよ。いわゆる YouTube からお金をもらっちゃえばいいんですよね。なので、すぐ考えるってことです。頻度です、これは頻度。なので、別にだから本人からお金を取らないんだけど、本人たちが例えば月額課金してるところからお金をもらうとか、気はしなくても広告主がお金を払ってくれてる YouTube から代理的にもらうとか、そういうふうに一つ考えるとか。2つ目が、まあ、これは今でも昔もやれる話なんですけど、法人からお金をもらうやり方、それは一つありですよね。企業の研修として、従業員がバカでいいんですかと、お金のこと知らなくていいんだと、で我々が第三者機関として教えますからって言って、法人から例えば、まあ、3万でもいいからもらう、1万でもいいからもらう、それを月額課金にして毎月やらせてもらう、で2つ目は結構簡単だと思うんですけど、でしかも沖縄だったら沖縄って言っているのは、地場のつながりって結構強いじゃないですか、おばさんが言うんだったり、はい、まあ、そういうところに甘えながら広げていくっていうのが、やり方ですよね。1つ目が個人からもらうやり方はそれでできますし、法人からもらうとこれ2つできます。で最後これは何かっていうとミックスなんですよ。何かっていうと、一般的に発信認知教育販売っていってものって売れるんですけど、発信認知要はこういう事業をやってるんです、で個人の活動をこういう風に支えてるんですと、皆さんのためになってるんですっていうのを YouTube でガンガンやりまくって、で YouTube では言った通りエンドからもらわずに YouTube からお金をもらいつつ、その実績として法人にはめていくんですよ。全国でこういう活動をしてるんですと。でも僕は沖縄生まれなんで、沖縄の地域に社会に貢献したいです。なんで沖縄の企業さん入ってくれませんかって言って、リアルの時間を使うのは、だから B2B で沖縄の会社やりまくる。
ただ全国、北海道から沖縄までの B2C に関してはそうやって YouTube、メディアを通して、うん、生ませるっていうのが全然ありかなと思いましたね。それがフロントですね。はい、実績となって、うんうん、そういうことやってる夜直しおじさんとして本を出してみる。うん、そう夜直しおじさんとしてメディアに出てみる。どん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 レベルが上がっていくんで、まあ、そういうのは一つありかなと思います。個人に対してのもしやる場合のデメリットでやっぱりこうそういう源泉の見方もわからないイコールお金の価値の大切さというかがわからないっていうところってだいぶなんかもう今ストンって落ちてきたというか本当にその通りだなっていうのがあってそれって多分負の連鎖が続いくじゃないですか。やっぱりこういうビジネスを通してこういう改善していく必要が絶対あると思いますしまあ本当に沖縄っていう地場を考えた時に沖縄も一番貧困率が日本で高いって言われてる中でやっぱそこの教育って本当に今からしていかないと大変なことになるなっていうのはあって、うん、なのでそういう、まあ、金融だけではないんですけども社会人としてのこのスキルアップの場っていうのはもっと今後いろんなコンテンツを使いながら増やしていければなと思っている段階ではありますね。そうですね。そのあえて沖縄縛りで話してもその通りで、うんうん、僕ができないところだと思うんですよ。その何かというとさんならではのことが、うん、要はストーリーってすごい重要じゃないですか。僕が分かんないですよ。いきなり野球のチーム作るって言ってお前サッカー部やろって言われておしまいなんで、うん、野球部でプロ野球選手でってやった方が話としては面白い、うん、ってことで僕が沖縄だっていうよりかは、うん、さんがそういうね沖縄っておっしゃる通り日本で一番の人物、うん、でもっと言うと、うん、あと虫歯率が一番高いですよねってところで、そうですね、そうですね、みんなしっかりしようよって、しかも僕一生懸命やってるんだよと、誰がやるかって重要だと思うんで、その中で全国にはそういうふうにネット使ってアピールするんですけど、やっぱ地場にやっぱり入り込むっていうのはめっちゃいいと思いますけどね。うん、取れないマーケットだし他の人も取れないマーケットなんで、お子さんがやる意味っていうストーリー性もバッチリ、ちなみになんか動き出してやろうとしてなんかアカウント作ってみたりとかどっか無料で研修行ってみたりとかあるんですか。一緒に議員やってる方に税理士事務所で働いてた方がいて、でそういう方と今お話ししてて、でまあ僕はの思いとしては対社会人っていうところがあったんですけど、まあその手前で例えば中学生とか高校生のところにそういうまあマネーリテラシーのお話したりとかしてみようかみたいな話は教育委員会さんとかと話したりとかはしてるんですけど、まあ、そういった意味でちょっとずつ動いていく。ただこのビジネスってなったらやっぱ子どもたちにはできないので、やっぱ大人の部分でやっていこうかっていう話は今一応しております。あ、いいですね。ぜひ、うん、まあ一歩ずつ進めてね。僕も本音で言うわったからみんな知ってて、はい、お金のことなんか、うんうん、ね、今ね言い方変えたらお金のためにみんな働いてるのに、うん、お金のことを知らないってちょっとすごい怖いじゃないですか。そうですね、そうですね。けど僕はそういろいろ考えて一人一人にそうやってお金もらいながら教えるっていうと人生終わったのか、うん、じゃあどうやってやろうかなってことで、うん、逆算思考でいろいろ YouTube 使ったりとかメディア通したりとか、うん、こういうふうにだってこういうふうに皆さんのことを知って、うん、皆さんがやってくれたらもっともっと広がるじゃないですか、うん、そういうふうに一個ずつ僕もやってる途中なんですけど、うん、そっちで考えたらいいですよね、うん、ありがとうございます。結局今って時代がさらに厳しくて、昔って日本のマーケットで対円を稼ぐ競争ゲームの勉強しない人が大半で、それもやらなきゃいけないここまで来ちゃってる、うん、今ってその円稼いだところでなんで、いや硬いゲームがいやドル稼いでますかって話になっちゃうんで、次だからもう少なくとも最低限円のことは知っとかないとまずいと思うんですけど、うん、確かに確かにいやだからこれ僕も勉強しなきゃいけない、こんなこと言ってる僕もしなきゃいけない、うん、多分皆さんももちろんでしょうし、いいんじゃないよっていう、僕も別に上からどうやって言うつもりさらさらないんで、少なくともやってなかった人はやろうぜっていう感じです。うん。